相関図を作ってみよう。ミッチーにやってもらおうと思います。おい、近代一でアドバイスをくれた方々、イエーイ、やばみんなから。で、ジョー君はホテルの大浴場で裸で2時間ぐらい話したっていう。一生不思議やねんな、それね。せーの、チュキチュキ。皆さん誰がやるのかなって。やばい、これもう一回もう一回やるの。はい、今回はですね、ミッチーにやってもらおうと思います。ミッチーの相関図。ミッチーは何と言ってもだっていろんなね作品、そう、ほんまや、出られてますね。まあ、そのつながりもあるかもしれませんし、この相関図を見ればミッチーを全てマスターできると。ミッチーマスター。ミッチーマスター3番やん。参りましょう、相関ズー。聞いたことない。ズー。さあ、それでは早速ミッチーよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや、まず憧れの人でしょ。憧れの先輩ね。ミッチーの憧れの先輩、藤原丈一郎。藤原丈一郎なわけないやろ、絶対ちゃうやろお前。やばなかんね。ジョー君やろ。いや、やろな。あれ、ちょっと隠してる。僕の憧れは、はい、山田涼介君。まあ、でも何と言ってもだって金田一からね、金田一からジャニーズ事務所に入り、そして今僕が金田一をやらせていただいてます。で、山田君が金田一をやってるのを見て衝撃を受けて、あ、ジャニーズ事務所に履歴書を送ろう。なるほど。自分で送ったんや。まあ、それまで何回か送ってたんです。僕2歳の時に1回母親が2歳、2歳で履歴書を送る日本人おる？絶対おらんで。保育園なもん。そうそうそう、ジャニーズ事務所って。そうそうそう、山田君がいなかったら僕はジャニーズにいないのかもしれないし。あ、それね。どういうところが好きなんですか？もう全部が好きです。やっぱりね、山田くんってね、なんかこうバラエティではね、すごくいじられたりとかしてるんですよ、けどこうアイドルとなったらこうパッと切り替わって180度違う顔になるんですよ。もう着ぐるみ着てライブしてるかと思ったら、次の曲ではバチバチにクールに決めてたりするんで、もうすごくギャップの塊だと。なるほどね。もうジョー君、山田君は？僕はやっぱり座布団を運ぶ姿がかっこいいなと思いますね。山田さんや、それ知ってんの。山田さんや。で、お世話になった先輩。お世話になった。はい、たくさんいますね、僕。それはね、そうやね、たくさんいっぱい共演してるもんね。俺らも意外に知らんっていうこと多いよね。そうね、個人の仕事もあるからさ、そこでお世話になってる人とかも結構多いと思うし。いや、多いと思うよ。お世話になった先輩から、もしかしたらジョー君の名前も。お前なんで絶対俺を書かせようってしたの。どれどれ。こちら、お井ノ原さん、大倉くん、大倉くんで、ドラマ、初めてのドラマの時には中島優。ああ、そっかそっか。はもう関西ジュニアから、スノーマンの向井康二。康ちゃん、長尾とドラマで、ああ、はいはい、オレスカでね、オレスカの時に僕と長尾は蓮くんにすごくお世話になりました。で、消えたんすけど、で、目黒くんです。なるほど、見れんよ。井ノ原さんはお弁当の時にね。そうだね、映画ね。僕が自力で現場に行くことが多かったので、帰りに井ノ原さんの車に乗せてもらって。本来ならミッチーは自力で帰るところを乗っていきなよって、乗っていきなよって言って井ノ原さんと一緒に帰りました。ほんまのパパやん。それこそ最近で言うと5月2日僕たちカウントダウン TV 出させていただいて、見てるよっていうメールをくれました。嬉しい。息子が出てるんだよっていうので、こうテレビの画面を撮りながら連絡してくださいました。めっちゃ優しいな。大倉くん、大倉くん、大倉くん、最近ね、お会いはできてないですけど、いつも見てくださってますから。そうね、ありがたいね、嬉しいね。ありがたいですよね。なるほど。で、中島裕翔くん、もう本当にお世話になりました。ドラマの時にいろいろ僕のことを気にかけてくださって、焼肉にも連れてってくださって、その写真も今大事に。ああ、いいね、いいね。だって言っても初めてのドラマなわけやもんね。初めてのドラマでしたね。その時ミッチ何歳？14歳。何で共演したの？母になる。母になるか。母になっちゃった。で、コージ君、コージ君もすごいお世話になりましたね。一番お世話になったんじゃないかって。確かにそんなイメージ強いだよ。強い、関西ジェネラルね。たくさん怒ってくれましたし、たくさん褒めてくださいましたし、初めて松竹座のお風呂に誘ってもらった時はすごい覚えてます。ああ松竹風呂ね。なんかそれ見た気がする。あとはね、大橋君とコージ君と僕でランチ行ったね。その時の写真今あります、まだ。確かにそのイメージあるよな、ミッチーとコウちゃんっていう。松竹座の本番前とかは毎日ハグして出てましたね。ええ。
環境が今、俺なんか小さい時関ジュニエイトさんにパンツ脱がされてたからパンツ脱がされて俺が逃げるっていうのをもう松竹座で環境が全然ちゃうわ。でもまた別でいいもんな、その環境もね。どのフォローやねんやったろか、後で無視ない、いやー言うで永瀬廉君、うん、ね、おドラマで長尾と僕はすごくお世話になりました。そっか、これですか。蓮くんに焼肉2人で連れてっていただいた、連れてっていただきまして、会ったらあのおミッチーって言ってくれたりとかもするのですごい優しいですね。で、目黒くん、うん、目黒くんもお世話になりましたね、消えた初恋で、うん、だからたまに連絡くれるんですよ、散歩行こうよとか。散歩、はい、撮影中もなんか散歩するっていう話をよくしてて、うんうん、今度一緒に散歩行こうよとかっていう、なんか分かれへんけどさ、目黒くんとミッチーの散歩ってめっちゃ速そうじゃん、足長いから。分かる多分目線多分二度見しちゃうよね、そんな高身長なかっこいい2人がさ、ね、ぜひともする時あのカメラ一緒に連れてってもらって、あの YouTube ショート、はい、YouTube ショートで、ショートで、はい、ショートで1本の企画でやれ、それはなんでショートショートショートで、はい、けよな、ショートも後分割ぐらいさせていただくんでお願いします。次どうしよっかな、可愛がってる後輩とか、うん、ミッチーと後輩の関係性が、うん、確かにあんま聞かんかわ、うん、イメージないわ、同期とかつくよね、イメージが多い、うん、推しとか、あ、推しはね、いますよ、推し、推しおんねや、藤原丈一郎くん、ここで、ここで丈一郎が、ここで推しを出てきたら目黒とミッチーと俺で散歩するから絶対、いや、まあ、いや邪魔邪魔邪魔ってない推しはですね、はい、ゴーゴーキッズの羽村くん、あー、うおー、羽村くん新しくできたね、ドラマで共演してたよね、そう、俺の家の話で、僕のいとこのやつかな、ほいほいほい、一緒に脳の練習ね、うん、お芝居も上手いしね、そうそう、一緒にだって電車で帰ったことありますよ、かわいい、かわいい仲いい子とかはリトル関西のもう小太郎、小太郎、小太郎、小太郎難しいね、トラみたいな感じで、リトル関西、小太郎、だ仲いい感は伝わるよね、小太郎、仲いいです、小太郎って結構おとなしいイメージ、おとなしい、うん、ミッチーとこう話すときってどんな感じなの、電車の路線が一緒の方面やったんですね、で、京平もそうやし、三島拓也も同じ、あとアンビシャスの岡くんとか、おー、同じ方面やったんで、その5人かで一緒に帰っててよく、最後2人っきりで残ることが多くて、電車の中で、でそこで話して一緒に帰ってたりとかしましたね。やっぱ関西ジュニアってさ、路線によって仲いいとかあるある、あるよな、方面によって、あるある路線で仲良くなることの方が多い、多い、確かにずっと一緒やしな、ジュニアの時はね、仲いい事務所内の方、少年、岩崎大将、大将、大将、大将はもう一番ジュニアの中で仲いいと思います。横浜観光行きましょう、聞いたな、聞いたな、大将から電話かかってきて、何してんのって言って、今オフやから暇かな、それ、じゃあ横浜観光行こうよって言われて、カップルやん、ラーメンミュージアム、はーい、行って一緒にカップ麺のあのデザインで一緒に作って、かわいい、何それ、もうデートやん、それこそ今金田一で、そうやんな、ずっと一緒か、ずっと一緒なんですよ毎日、うん、でずっと隣におるから、金田一のそのプロデューサーさんに、あんたたち2人で言い過ぎて気色悪いよって言われて仲良すぎてね、そう仲良すぎて、はい、A グループの小島くん、おお、こじけん、こじけんやん、これ小島くんは事務所的に書いて大丈夫、いや、よけやろしなんでやねん大丈夫、あかんの、事務所の方ですよ、大丈夫、OK、大丈夫らしい、うん、俺ね、多分1年半ぐらい毎日連絡して、そう、それ、いや、もう一生不思議やねんな、それね、よく俺も1年間連絡取ったなと思いますもん、いや、ほんまに何をさ、うん、1年半毎日メールするの、うん、いや、もう何も、もう内容ないねん、おはよう、おはようございます、仕事終わったな、あ、僕も終わりました、で、次の日、おはよう、あ、もう1日、業務連絡みたいになってるそうそうそう、なんかもう本当に内容なくて、逆に1年半続いて、なんで急になくなるの、うん、俺が返すの忘れてたっていう、生存確認やもんね、そろそろ、あ、そう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 、意外かもしれない、これもしかしたら意外、スノーマンの阿部亮平くん、おお、阿部くん、ロミジュリ決まった時とかは、ロミジュリやるんだすごいね、頑張ってねっていう連絡もくれましたし、あと消えた扱いやってた時とかは、消えた扱いの感想とか送ってくれてた、マジ見てくださったんや、そう、憧れの、憧れというか、うん、目指すところ、おお、いいですか、憧れの中に入るのかな、うん、木村拓哉さん、あ、はい、せんね、めちゃくちゃかっこいいです、僕はもう昔から大好きだ、うん、木村さんとは何で共演したの、 BG で共演させていただきまして、クランクアップの日がすごく暑くて、はい、木村さんたちはまだまだ撮影あったんですけど、その時にアイスを差し入れしたら、そのアイスが差し入れにハマっ
って、うん、これ考えたの誰って木村さんに言われて、あ、僕とお母さんで相談して決めました、じゃあお母さんに電話してよっつって、電話かけてよって言われて、お母さんがすごいびっくりしてて、はぁーみたいな。お母さんも木村さんがすっごい大好きだったんで、昔から嬉しいね。なんかそれはすごい親孝行できた部分だなっていう、うん、またさらっとそういうことできるのがかっこいいよね、うんうん、でも大きく言うとジャニーズはこういう感じですか、こういう関係。なるほど、大きくやると。じゃあ他の、そうですね、ちょっとこっからよね、うん、こっから。いや、まあめっちゃ意外だと思う、これ。めっちゃ意外。いろんな作品あるから、ほんまさ誰かも予想つかんくない。どうしようも、なんかトム・クルーズを書かれたら、やばい。意外にいつ、いつみたいな、いつみたいな。ミキの亜生さん、おえぇ、そう、王様のブランチさんのロケに行ってた時に、はいはいはい、連絡先を交換して、亜生軍団に中山入りしまして、ジョー君に連絡先聞いといてって、うん、あ、わかりました、ありがとうございますっていうので、はいはい、ジョー君に教えてもらったんです、僕、亜生さんの連絡先を。そうなんや。そう、別に会合とかにはまだ参加したことはない。まだ亜生軍団自体まだ集まってない、なんか動いてない、動いてないよ亜生軍団まだ動いてないらしい、動いてないから今一時停止らしい。板垣李光人君、おお、リヒちゃんって呼んでるんですけども、24時間、そう、24時間テレビで共演をいただきまして、そこで仲良く、うん、あのなりまして。あ、そう、はい、めっちゃ綺麗な方よね。もう会った時綺麗だなーって、ここ、なにわ男子のことがすごい好きで、YouTube とか多分見てくれてると思う。見てくれてるんじゃん、今も。見てくれてますか、リヒちゃん、リヒちゃん、リヒちゃん、お世話になってます。いつもありがとうございます。母親がリヒちゃん、よろしくお願いします。あと青木ゆずくんっていう、あの24時間テレビでゆずくん共演したことあるかも。それでゆずくんから連絡来て、あのなにわ男子のジアンサーの渋谷の看板あったじゃないですか、あれゆずくんが前通ってたみたいで、あの自撮りで送ってくれました。可愛いな、それすごい嬉しかったですね。どうですか、うん、なんか恭平ちょっと気になる関係とか。気になる関係ですか、うん、相談する、あ、相談する人、相談する人、うん、よく、うん、おそうだな、相談する人、コウジ君、ジョー君、ダイゴ君、オハシ君。おー、出た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 、大人組。コウジ君は関西ジュニアの時によく相談乗ってくれてましたし、僕も相談に乗ってたりとか。あ、逆にやりね。どういう相談乗るん、コウジの相談の気になる。え、何やったっけな、これコウジ恥ずかしいやるんだ。これ大丈夫かな、結構重い。大丈夫かな、どういうの、滑った後とか。ああ、はいはいはい。あ、なんか滑った後おらんなと思ったらミッチーの子言ってたやんな。そういうことや。今日調子悪い日とかはよく相談やるもんね。で、ジョー君はよくホテルの大浴場で裸で、あの2時間ぐらい話したっていう。大事やね。でジョー君が、よし、もう上がるかってなった時に、俺が、いやでもね、こうやってとかっていう、あのまた話を続けるっていう。なるほどね。そう、だから下りがあったやつ。そう、下りがあって、ジョー君が伸ばせてた。大悟君がロミジュリの時に大丈夫かって言ってくれたりとか、それでいろいろと相談したりとかもありましたし。なんていい先輩、なんていいメンバー。で、コウジ君もご飯食べた時とか、一緒にご飯行った時とかに、なんかいろいろね、仕事の相談で。ありがとうございます。じゃあ、増えた増えた増えた。お、新たな。ふっとにはできた。何今出てきてるんだな。はい。はい。近代一でアドバイスをくれた方々、歴代の。すげえ、やっば、みんなから。一押しさんは、3枚目に行き過ぎたら2枚目に戻すのが大変になるから、キャラが。2枚目に戻ってきやすいぐらいのおちゃらけたキャラをやったらいいよっていう。その塩梅があるのね。塩梅。どこでそのアドバイスをいただいたの？スーツさんが兵庫でライブやられた時に、僕は東京で金田一の電波ジャックがあって、なんか取材って言われてたんですよね、うんうん、で、取材でリモートでなんか取材を受けてた時に、急にカメラがオンになったら、スーツさんがバーンって出てきて、サプライズでスーツさんが、すごっ、わざわざライブ終わりに、うん、リモートで、すごい疲れなのに。松本潤くんは、オンエア、1話のオンエア見たときに、うん、本当に面白いから自信持って最後まで頑張ってねっていう、連絡をいただきました。うん、で、亀梨くんも撮影前に、明日から金田一クランクインしますっていうのを言ったら、頑張れっていうのを言ってくださったりとか、めちゃくちゃ応援してくださってますし、で山田くんも、悩んで頭固くぐらい、固くなるぐらいなら、とりあえずもうやってみよう精神でやってみて、案外それが正解の時があるから、いろいろミッチーが思った通りにやってみたらいいんじゃないっていうのを言ってくれて、めちゃくちゃ、ね、すごい先輩方のアドバイスのおかげで、歴代の方から僕は
はい、おそらく多分皆さん先輩からこうアドバイスいただいて、ね、これがね、こう受け継がれてるというか、これぞジャニーズって感じがするよね。すごい、うん、最後です、僕最後大好きな方々です。うん、あ、なにわ男子、おー、わー、やったー、わかんで、わかんで、一生この7人せやな、素晴らしい。リーダーを変えてくれんかったから。いや、ちゃう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 俺の時なんかなにわ男子別に関わっていい言われたもん、なんかミッチーの相関図はこのようになりましたけども、うん、皆さんいかがでしたか。これぞ相関図って感じ。そうね、なんかやっと1回目って感じだった。おー、言わずれるな、俺の相関図。ちょっとミキさんはちょっと、うん、意外やったな。意外やったね。やっぱりちょっと恥ずかしいですね、うん、なんかちょっと照れくさい部分があります。せやんね、うん、ジョー君とかやばいと思うで、これ。いや、多分、もうそう、すごいと思う。俺はこのホワイトボード無理やから、あの理科のボードでかすぎる。でかすぎる。ここも上下するやつね。ということで、以上、なにわ男子でした。この4人プラスミッチーで名前並ぶもんね。うん、なんか金田一の主題歌メドレーやってほしい。うわー、やりたいですね。やってほしいわ、もう。視聴率 80% ぐらいいくる。80%国民の 80% いくる。ほぼ見てる。だから本当にめちゃくちゃ感謝します。うん、はい。